はい、こんにちは。勝又博物館です。今日ご紹介するのはこちら、仮面ライダーブレイドデラックス変身ベルトギャレンバックルです。はい、こちらです。ターンアップ瞬時にバックルが回転ということで、ブレイドと同じパターンの変身ベルトですね。ターンアップシステムを搭載しております。ラーズカードは3枚付属、別売りのデラックスブレイラウザー、デラックスギャレンラウザーと連動ということで、裏面はこんな感じです。ギャレンバックル、ラウズカード3枚取り扱い説明書ということで、当時定価は4000円でした。ベルトの胴回りは50から66センチですと。76センチの俺には到底回りませんね。はい、ということで開けてみましょう。さあ、台風すごいですね。風がすごい吹いてました。はい、説明書はこちらです。そして中身です。このようになっております。3枚と書いてあるんですけど、なんか中古なので、これが余分なのかな？こいつが余分に入ってますね。これがその3枚です。カード紹介してくださいって言われて、全く紹介する気が、なかった前回の動画だったので、今回ちゃんと紹介しておきます。チェンジのスタック、そしてギャレンの、なんか、カード。これですね。はい。では、ベルト本体見ていきましょう。ベルトを止めるの。そして、こちらと、こちらですね。はい。では、見てみましょう。この色、ちょっとわかるかな？クリーム色っていうか、ちょっと、金なんですけど、なんか緑っぽくもあるんですよね。この色、なかなかいいです。なんか絶妙な感じです。まあ、強いて言うなら、デラックスオーガドライバーに似てるような色ですかね。では、このベルトを、こいつを通して、ベルトをつけて、カチッと。そして、回しときましょう。出来上がりました。それで、電池はこちらですね。こちら。単4、2本です。そして、電源ボタンは、こちらにオン、オフとあります。では、電源を入れてみます。いいですね。緑色に発光します。黄緑ですかね。では、この変身してみましょう。いきます。そして、カシャ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 。これもブレードと一緒ですので、こちら押すと反応します。こんな感じ。いきます。カシャ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 。いいっすね。やっぱりブレードシリーズ全般的に言えることなんですかね。音がでかいです。相当これも音がでかいです。でも多分ブレイバックルの方が大きいと思います。なかなかいいですね。この神々しい感じがギャレンの変身はいいです。こちらギャレンの武器つけれます。ギャレンラウザーちゃんとつけれるようになっております。両サイドどちらでも大丈夫です。こちらもう一度同じですね。やっぱりブレードと一緒で同じ仕様になっております。はい。ということで今日ご紹介したのはデラックス変身ベルトギャレンバックルでした。チャンネル登録、評価の方もお願いします。ではまた明日。